さんちのアニマルドラゴン。ということで今回のテーマはアニマルでいきましょう。お尻にドがついてないけど諦めました。はえーよ、今日から新メンバー。唐突だな。パンパカパーン、僕だよ。どうしてルコアさん？3人だと間が持たないので。ぶっちゃけたな。ということで今回はルコアさんも一緒に進めていきたいと思います。おー、小林さんちの猫ドラゴン。にゃーん、にゃにゃーん。あ、可愛いかも。にゃにゃにゃーん。ルコアさんは猫どうでもいいよね。そんなことないよ。にゃーん、かわいいな。え、何？どうしたの？吐いた。猫あるあるだね。それ、見たい人いるのか。小林さんちのクマドラゴン。クマ、クママ。これもなかなか。クマママ。ルコアさんは何も変わってないよね。ちゃんとクマだよ。耳だけじゃん。あ、忘れ物しました。それ必要？って生きてる？顔見えてないから。ちょっ、うわあ！小林さんちのラッコドラゴン。もうラッコの面影すらないじゃん。あるよ、ほら貝持ってるし。そんなラッコはいない。お、手つなぎかわいいじゃん。なかなか割れないですね。面倒。最後まで頑張って。小林さんちのバニードラゴン。それアニマルじゃないから。小林さんちのドラゴン。ドラゴン着る意味ないよね。小林さんちのコアラドラゴン。これはありだな。ってあれ、ルコアさんは？小林さんちの乳牛ドラゴン。父丸出しじゃないですか。違うよ、ボディペインティングだよ。逮捕。もう出番終わり？ということで今回も無事尺は埋まりましたね。尺って。それでは次回の〇〇ドラゴンをお楽しみに。もうお腹いっぱいなんだけど。